トリちゃんです。フクちゃんです。リュウちゃんです。ケンちゃんです。バイちゃんです。僕たちの遊びまーす。大丈夫？起きた？はい。起きてねえやん。はい、はい、で終わる会話。もう別に 2.5 次元あるあるやってもいいけど、もういきなり企画いける？はい。いやいやいや。気合だけは十分。気合十分。これ危ないっすね。危ない危ない。ちょっと僕も怖いです。いやいや。じゃあ行っちゃおう。お願いします。ルン。最新の健康グッズ流行りがち。あーいいね、よかったよかったよかった、まあまあ、これは大丈夫です、うん、そうですね、本当に体が負担がすごいからね、そうですね、それをねどうにか癒そうとして、いやマジで一人が買ったらみんな買い始めますよ、確かにそれ何から始まってね、一個前の現場とかなんか、うん、新しくトリくんがなんかマントみたいなのしてたじゃないですか、あーはいはいはい、あれもなんかクルムくんがしてたりとか、ちょっとずつ増えてったり、ベネックスフェリックスさんです。勉強じゃん。あれ遠赤外線で血流を良くして体の疲れをこう治す。あれもじゃないですか。マットみたいなんで寝るやつ。空気入れてる。あれハルちゃん。あれは木山春樹が持ってきた海外のベッドみたいな。ハルちゃんから始まってスピピ、ユウくん、リョウくん。正午くらいからみんな買ってたね、みんな買ってましたマジで、でもなんか EAA みたいな飲み物もね、飲み物とサプリメントとか飲んでましたね、俺学んだのはあれ、なんか終わった後にオレンジジュースをめっちゃ飲むといいみたいな、3リットルぐらいでしょ、そうそうそう、すごいエネルギーが吸収されるらしくて、アバウトな感じで覚えたな、でもそんな感じでざっくりだな、じゃあ次いく、次いきます、さっきから口そんな回ってへんよ、ちなみに今何時に起きたの？今日まあ8時10分入りでしたっけ？20分ぐらいかな、僕10分だった、あ、そうかそうか、7時半に起きてきました、は？俺もう入りやん、あはは、大人、ここで入りやん、昨日めっちゃ準備して寝ようと思ってたんですよ、よっしゃ遊び場だと思ったらコンタクト入れたままそのまま寝落ちしちゃって、危なー、で、やっべーっつってもそのまま出てきたんで、だからその状態やかもしんない、あ、でも落ちてきた、おー、本当ですか、よかったよかった、失礼しました、本当にごめんなさい、行きます、はい、全若手カーテンコールに命かけがち、お前何何何、ま、急に来たな、ドキッとしたんすかこれどうしたこういうのは若手にとって唯一その先輩たちとか演出家の方に自分一人を見てもらえる、あ、そうだね、カーテンコールの挨拶だよね、担当の人がその人、なるほどね、今日はこの人、そうそうそう、あ、なるほど、でここで何か面白いことを言ったら認めてもらえるんじゃないかっていう、いや、お前どんな気持ちでやってんのお前だけちょっと言いましたけど、まあ人によるかもね、キャラクターもありきだから、キャラクターの世界観を崩さないためにもうキャラクターが言うようなセリフをビシッとそれを言うパターンもあれば、あ、バシコ的に一番こう命かけてたわけで、誰だ、えトメ君、俺かい、俺かい、まさかの身内から来たな優勝って感じでしたね、すっごい面白かったです、何したんですか、最後に来てくれた皆さんにありがとうみたいにやるコーナーがあるんだけど、僕は大地がすごい好きなキャラなんで、お客さんにやるんじゃなくて間違えて大地にやっちゃうっていう、地面に向かって、地面に、まあ、向かってやるっていう、で、あ、間違えたっつって、で、そのままやろうと思ったんですけど、お客さんになんかセリフ飛んじゃって、で、なんかわかんないですけど先輩の方を見てえって言っちゃってじゃねえわ言うてっていうのがありましたね、でも言うたやったな、いやー言うた、俺笑い転げて俺のとぶっ飛ぶかと思ったあれずるいっすよね早いのは、キャラクターが早いの、足が早い、おー、大体こう皆さんありがとう、これが一定数だった、あ、その狙いなんだ、じゃあ田島さん皆さんありがとうこんな感じ、いいですね、みんなキャラスよってこれいいやつ、いいっすね、でも俺が一番ドキッとしたのは、まあ俺もそういうのに結構命かけてたタイプだから、バシコに若手だなお前って言われてるのがすごいなんかケースケ君のこと頑張ってます、業界全体で来たら若手で全然いいんだけど、ね、でもバシコそれちょっとあるよ、次、あ、次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 出てくる、おケンスケくん舐められがち。ちゃんとケンスケネタが。2.5 次元あるあるじゃねえじゃねえか。あ、まあまあ、まあ。いや、あるあるやろ。あるある。これ、まあ、ここら辺界隈のね。でも僕これちょっと許せなくて。僕とか、ともやくんとか、もう本当にトリくんとかケンスケくんお世話になってすごい長いじゃないですか。そうだね。付き合いも長いし、段階を踏んで、すごいデリケートな感じで、
舐め始めたっていうか、あの段階で段階をいきなりじゃないよって感じ性を気づいてね、そうです、舐めてるっていうか、ちょっと突っ込んだりとかさせてもらうんですけど、初めましての子たちとかもなんかケンシ君にいきなり結構ガッていじったる感じで行くから悔しいっていうか、それは違う、自分は段階踏んだのに段階踏んで舐めてるのに、別にケンシ君が言うやったら分かるから何お前が言うだ笹森ひろきにも同じこと言われた、俺が舐めんのはいいっすけど最近のやつが舐めんのあれ許せないっすね、なんでそれ自分は舐めてるまずそこのあなた方が舐めるのをやめるってのはないんだなっていうそもそもね、あでも本当にいっちゃん下手ななおかんやつ、いじるんですか、うん、そうだね、多分あいつの中でのこう愛情表現なんだけど普通に下手しかもあれなんでしょう、誰も見てないそう、誰も見てないいじりはただの悪口なんですだからあのな、ええよって言ったよね、そう健介が今後成長していくために先輩いじったり後輩いじったりっていうのができて、ずっとあいつがちょっと後輩キャラな感じがあるから悩んでたから、いじりの舐める初手やから一回いいよっつったらちょっと分かった頑張っちゃったんだ、可愛いよね、でもそれが舐められることに関しては嫌ではないんですよ、これに関して言うと最近言われんでも、俺が散々先輩を舐めてきたから、あそれは何とも思わない、だから普通の人とちゃうよ感覚が、なるほど、終わった、はいもう全部終わった、あ終わったっすか、全部終わった、終わり、以上、なんでここ僕じゃなかったんこれ僕が持ってきたんですけど、はい、今日僕も一緒にフリップやるもんだと思ってすごいゲストな気持ちで来たんですけど、しっかり考えてきてる、そうっす、フリップ用意されてなくて、あのさっき俺やらないこと知ったんですけど、あの配信あるじゃないですか最近、公演が、あ公演がね、公演が配信あって昨日までここ僕抜かれてたのに次の日僕じゃなくなってるっていう、なんでここ僕じゃなかったんっていうのないですか、あるな、ありますね、分かってるんだね、いや分かってるっていうか、そのありがたいことに今回やってた作品は全公演配信、全部配信がある、で俺たちもね分かってくるじゃん、そこで自分が抜かれて映像とかを後で確認できるんで、なるほど、そこに向けてねファンサーというかカメラ目線やったりするんだけど、公演数が多いからカメラワークを変えてくれるのよかれと思う、毎回見てくれる方もいますからね、お客さんのためにそれに惑わされるっていう、そうですそうです、あれ今日から降りちゃねえ、それあるよ、ありますよね、面白い、6割ぐらいだって結構変わる、変わりますね、会場とかによっても変わりますしね、だからいつも抜かれてないところでミスというか気が抜けちゃうところがドンピシャで抜かれてる時は、お前だけじゃん、みんな、いや俺だけかなって思ったんだけど、ちらほらいた、あお前なんかそこちゃんとチェックしてる、サーチに引っかかったの、そうそう、なんか何人かおんで、あとラスト1個も本当にいいですか、全員エンターテイナーすぎるっていうのがあって全員エンターテイナー、役者として立ってる時とかはもちろんそうじゃないですか、じゃなくてプライベートでも全員エンターテイナーじゃないですか、ご飯行った時もそうやし楽屋でもそうなんですけど、全員が誰かを笑わそうというなんか空間がずっとね、滑ったら終わり、怖っ、滑ったら終わりっすね、怖っ、あれなんやろな、めちゃくちゃ疲れんのもな帰ってた、確かに俺らの楽屋もひどいね、翔太郎と俺がまずいつも始まっちゃうあのマットでお付き合いしてるマジ今だから言うで、そのあのさエアーのさマットさっき買った健康マットでエアーベッド、まあ言うてエアーマットで俺がまあこう翔太郎の頭をバーンまあまずそれもおかしいよな、まあまあまあそれもね、まあでもエアーよ全然柔らかいもん、本当にソフトタッチみたいな、そしたらあいつ自分の硬いストレッチポール持ってきてよ俺の頭スパーンって俺そのままポーンって飛んでいくみたいな、いやいやもうそんなんばっかり、そういうキャラじゃない人も確かに信長くんとかってもう優しくて佐藤信長ね、温厚なタイプじゃないですか、でももう先輩方が何か見つけて信長くんおもろくしようとしてるでしょ、すごいな、ないっすかなんかその感じでも結局信長くんもおもろいみたいな、信長はなんか先日急に LINE が来てカーテン買い替えますっていう、何それ、だから遊び場を見て、あそうカーテンの俺の印象が強いから、はいはい、今からカーテン変えてきます、逆にそうじゃなかった場合怖いですか遊び場見てなかった場合何が見てない、シンプルに怖い、怖い、買い物の方が面白い、あとなんか2人最近曲がバズってるらしいじゃん、はい、あの僕たちが所属してるボイボイっていう方があって H2O、 あれ H2O、 あ、そう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 、あー
TikTok で見た。はい、あれなんかええなと思ったもん。あ、本当ですか。皆さんもぜひ聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。僕でも信長くんのバースで1部から3部全部出てましたけど、そんなフル出場しました。コンプリートあんの。はい、あったよ。フル出場しました。